はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、カローラスポーツ。こちらね、ハイブリッドタイプになります。もうね、先行して、こちらカローラスポーツは、出てたんですが、これツートンカラーですね。こんなんありましたっけって感じの。すごいなんかおしゃれさんですよね。やっぱハッチバックタイプということで、右後ろにね見える、セダンタイプとはだいぶ違った印象がありますね。後ろもね、こんな感じですね。やっぱりねこれほらダミーエアダクト、エアダクトじゃないな、ダミーマフラーなんですね。これ穴が開いてないやつ。カローラスポーツぐらいね、マフラー出してもいいかなと思ったんですけど、出さない感じですよね。タイヤはね、ダンロップで225の 40R18 かな、18インチですね。結構扁平なタイヤでいいですよね。まあでもカローラスポーツでもね、ハイブリッドなので、燃費の方が JC08 モードで 30.0kg か、 WLTC モードでもね 25.6kg、 いや優秀ですよね。ではお邪魔しますと、お邪魔します。お、あ、シートええわ、シートなかなかええわ、これかっこええわ。ここなんかね、アルミっぽいね、鉄ですね、鉄？アルミ？プラスチック？わかりませんが、いや、このシート一番いいですね。向こうのね、カローラより、カローラスポーツのシートが一番ね、いいなと思いました。これも、ディスプレイオーディオということで、大きいね、ナビがついてますね。アプリとね、連動して、LINE が使えるということで、こう運転しながらね、声で、LINE だからあれ、クローバーかな、クローバーって呼ぶと、まあ、LINE が立ち上がって、読み上げてくれるというものがついてるみたいですね。もちろんね、Apple とも連動してると。あ、カローラスポーツの方がいいかもしれない。ちょっとね、だいぶ若々しい、若々しいというかね、こう、なんか作りがしっかりしてるような感じがする。はい、今後部座席ありました。これちょっとだいぶね、だいぶちょっと引いちゃってるんで参考にならないんですけど、あ、でもやっぱセダンよりちょっと狭いような気がするな。一緒なんかもしれんけど、うん、でも今これね、ドライビングポジションだったんでね、あ、やっぱちょっと狭いかな、セダンに比べると。私はこのカローラスポーツの内装が一番いいと思いました。かっこいいよね、これ。これね、結構ドアの閉まる音とかね、なんか重厚感があるんですよ。後ろもね、結構ペラペラの車が多いんですけど、後ろはちょっと軽いか、フロントの方がね、どっしりした閉まり方しましたね。カローラスポーツハイブリッド、なかなかね、スポーティーで走りそうな感じがしますよね。ボディ剛性も強そう。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、カローラスポーツでした。じゃあね、バーイ。